それでは今回はストロークについて解説したいと思います。まず最初はストロークの基本的なリズムとフォーム、それからだんだんレベルアップしてカッティング、それからハンマリング、プリングなどを入れたちょっと高度なストロークについて徐々にレベルアップをしていきたいと思います。8ビートのストローク、8ビートといっても基本のリズムは1と3と3と、コードのチェンジを入れながら弾いてみたいと思います。今度は空振り、これを空ピッキングと言いますけども、空ピッキングを入れながらパターンを作っていきたいと思います。動いてる方、動いてる形は常に同じなんですね。空ピックをしても弾いても一緒の振り幅になっていると。それがまあピックに弦が当たったり当たらなかったりというので、空ピッキングをつけていくんですね。それでは今のパターンを使ってコードチェンジを入れながら弾いてみたいと思います。1を数える間に2往復するですね、細かいストローク、これを16ビートのストロークと言いますけれども、それをスムーズにやるとこんな感じになります。それでは今のパターンをコードチェンジを入れながら弾きたいと思います。こんな奏法を練習していきたいと思います。少しでも離れちゃうとこういう風に音が出ちゃうんです。こんな感じですね。この時に、コツとしてはではそこに、さっきの右手のチョップを使って、さらにメリハリをつけていきます。先ほど練習した8ビートのストロークにカッティングを、右手のカッティングを入れてコードを進行させながら演奏してみたいと思います。入れる場所は先ほどカラピッキングにした部分、3、この部分ですね、3の部分に音に変えてチョップを入れていきます。このように3のところにアクセントをつけるようにしてしっかりチョップを入れていきます。それでは演奏してみます。左手のカッティングは左手で弦を触って音を出ない状態でピッキングをします。